こんばんは。時刻は21時36分を回りました。引き続き松雪彩香が担当いたします。よろしくお願いします。さあ、それでは毎週火曜日は自然季節ムーンということで、ここのブロックではテーマは冬のコンテンツ始めました。スキースノボチャンネルやイルミネーションなどなどご紹介していきます。まずはですね、今日は外中継でもイルミネーションの様子をお届けしましたが、イルミネーション情報を始めましたということで、スマートフォンアプリウェザーニュースタッチから見ていきましょう。まずはトップページです。もう行ったという方も結構いますもんね。あ、こんな中にもあるんじゃないかなと思いきや、なさそう。夜景が綺麗ですね。キシリトールさん、東京都品川区からです。気づけばこんな時間、よく見てみると品川プリンスのイルミも始まっていたんですねと。どれだろう。東京都内の方ってビルがあるだけでキラキラですからね。正面あたりに見えるのは東京タワーだったりするのかな。どうなんだろう。あ、何これ、湯豆腐美味しそう。さあ、ではイルミネーション情報です。右上のマイページ、鳥のアイコンをタップしてマイページにまずは入っていきましょう。するとですね、こちら今開いている空ミッションの一覧なんですが、真ん中にイルミネーションと出てきました。冬の街に光の宝石。もうこの言葉だけでもキラキラ感が伝わってきます。今ちょうど空ミッションでもイルミネーションの輝きを送ろうということで、キラキラのリポートを5枚送っていただけると12月25日にクリスマスのバッジをプレゼントしています。なので締め切りも12月の25日6時までです。もうすでにたくさんの方が参加してくださってます。2537名。ぜひ見つけたら送ってください。で、皆さんから届いているものはみんなのコレクションから見られますし、ここでご紹介したいのがこのスポット情報です。キラリスポットを探そう。タップしてみます。するとじゃじゃーん、皆さんからのリポートが見られます。かわいいツリーですね。最近ツリーもいろんな種類があって、この間リポートで届いていたものはペンの刺さったリンゴとペンの刺さったパイナップルが飾ってあるツリーが届きました。これはあれだって思いながらそうそうそう、あの方ですよね。まずは PPAP ツリーですよね。で、キラリ写真館を見るというところちょっと覗いてみましょうか。みんなから届いたもの、エリアどうします、悩む、どうしましょうか。気になるところ、やっぱり関東が私だったら行きやすいので気になるんですけど、あ、埼玉ってあるのかな。埼玉見てみましょうか。埼玉新都心の駅の方とかは結構キラキラですよ。欅広場という広場が駅の近くにあるんですけど、あそこが冬のイルミネーションがすごく綺麗なんですよ。埼玉すごい時間かかってる太鼓をやりましたね。夏昔キャスターみんなで太鼓にチャレンジしまして、欅広場というところでどんどこどんどこ叩いてきましたよ。埼玉開かない、なんでですか。おかしいな。もう一回ちょっとチャレンジしますね。こうなってくるとどうしても埼玉が見たくなってきますね。今空ミッションも開きにくくなってしまったので、ちょっとネットワークの問題とかもありそうですね。あ、サクサク動き始めました。もう一回埼玉にチャレンジです。えい、あ、糸も簡単に出てきましたどういうこと今結構待つかなと思って覚悟してタップしたらひょいって出てきたのでびっくりしちゃいました。こちらは、あ、こんなところでもやってるんですか。街灯のあたりとかにちらっと
え、これはどこがイルミネーションなんだろう。どこだろうな。この足元を照らしている感じかな。あ、これはちょっとあんまり紹介してはいけない気がする。ちょっと埼玉問題ありますよ。埼玉問題ありますよ。これは良さそうですね。これはどこ、これはどこだろうな。ちょっと場所まではわからないんですが、トナカイさんが見えてますね。あ、これも綺麗。だから表情拒否してたのかな。いやいや、そんなことないですよ。ほら、あ、すごい。これどこだろう。なんかあれですね、秋も感じられるようなイルミネーションで、手つないで階段降りてますよ。素敵。これいいですよね。どこにあるんだろう、こんなもの。これ川口かな。アリオって言ったら私川口っていうイメージがあって、川口駅という、お隣に行けばもう赤羽、東京だよというエリアがあるんですが、そこの大きなショッピングモールアリオ。続き見ちゃいます。さっきのあの階段のところが素敵でしたね。お、これもなんか矢印みたいで可愛い。これは一般のお宅だったりするのかな。すごい。あ、最近ね、あの普通の一般の家庭でキラッキラのところ結構多いですからね。これはどこだろう。遠くの方に見えてますね。へー、面白い。埼玉はいろんな意味でいいですね。いい場所だ。埼玉のイルミネーションご紹介しました。あの今のような感じでキラリ写真館というところから、エリア別に皆さんから届いているキラキラとしたリポートチェックしていただくことができます。あとはスポット情報も検索できるんですよね。というわけで改めてご紹介していきましょう。もう一度空ミッションから入っていきます。スポット情報を探してみましょう。こちらがスポット情報の検索の箇所です。名前から検索、日付で検索、エリアから検索もできます。じゃあエリアから行きましょう。さっきのあの階段のところとか気になるな。なのでもう一回埼玉で行きます。あ、2つある。あ、やっぱり欅広場と、あとは西武園遊園地ですね。欅広場、西武園遊園地って行ったことないな。あ、スタッフさん行ったことあります。結構大規模にやってるんですか、イルミネーションは。あ、あまり覚えてないのかな。じゃあちょっとここから情報を見てみましょう。お、4月の9日までやってますよ。10月29日から4月の9日まで。すごいじゃないですか、350万球。へえ。キラリ情報がこちら。今年で7年目を迎える西武園遊園地イルミージュは、イルミネーションエリアが拡大し350万球の光がきらめきます。キーワードは7。波のプールに国内最大級のウォーターカーテン、プロジェクションマッピングなど多種多様な7つのアイテムを盛り込んだ日本初の演出、大海原のマッピング劇場が新スポットとして登場します。さらにフランス、アメリカなど世界7カ国のきらめきが集結するワールドエキスポナイトは、世界の国々をテーマに演出。すごーい。ウォーターカーテンって何？見てみたい。アクセス情報もこちらに載っていますので、見たいな、気になるなという方はこちらを参考にしながらぜひ足を運んでみてください。西武園遊園地では7をテーマに350万球のイルミネーションがきらめいているようです。へー、楽しそう。あ、また戻っちゃった。1個戻ると戻ってしまうんですね。空ミッションからもう一度。このイルミネーションの豆知識っていうのがありまして、これがねちょっと気になったんですよ。どんな豆知識があるんだろうと思って、ちょっと皆さんと一緒に覗いてみましょうか。あ、3つほど。起源と歴史。
確かにどこの誰が始めたんだろう。イルミネーションの起源は16世紀、宗教革命で知られるドイツのマルティン・ルターが考えたとされています。へー、ルターって習いましたね。彼は夜森の中できらめく星を見て感動し、木の枝に多くのろうそくを飾ることでその景色を再現しようとしました。ちょっと火事が怖いですね。その後電球イルミネーションを始めたのは白熱電球を発明したことで有名なトーマス・アルバ・エジソン。そうなんだ。彼は自分の発明品を売るべく自分の研究所の周りを白熱電球で飾り付けたそうです。これが世界初の電球でのイルミネーションとされています。ただ日本に登場したのは明治時代だそうです。大阪や東京の内国勧業博覧会の会場がたくさんのイルミネーションで飾られました。明治屋が銀座に進出し12月15日からイルミネーションを点灯したことが話題となり、たくさんの人が押し寄せたそうです。へー、ぜひ豆知識も覚えていただいてね、カップルで行くときとか彼女さんに豆知識を披露してください、ね、きっと、すごいそんなことしてるんだってなると思います。私だったらこう意外とデートとかって緊張したりするじゃないですか。なので相手の方が話してくれると落ち着きますし、あ、いろんなこと知ってるんだなってなります。以上イルミネーション情報でした。もうニコ生のコメントを見ていて悲しくなってしまって。続いてはですね、スキースノボチャンネルも見ていきましょう。まずは皆さんからすでにスキーやスノボに関するウェザーリポートが届いていますので、リポートで見てみます。わ、どんどんやってるんですね。長野県の北作郡随道番さんから、スキー板みたいな雲、やっぱり晴れるとあったかすぎかな。雪もザラザラしてきました。実に26年ぶりのスキー、感覚戻ったような、そうでもないような、とりあえず転がってはいません。夜勤明け、怪我をしないうちに終わり、まだシーズンインしたばっかりだしね、体から湯気出てるしといただきました。ありがとうございます。あ、じゃあ結構暖かかったんですね。日差しもあって、あとはたくさん着込んでいたのでそのせいもあるかな。26年ぶりですって。どんな感覚だろう。でもどんどんこう体が感覚を取り戻してくると楽しく滑れそうですね。もう長野の北作郡からもいただいています。続いて、長野県の湯の丸スキー場のジョーカーさんから、オープンしているスキー場が少なく、あちこち遠方からの来場者でにぎわっていましたが、リフトの稼働は1機のみでしたということです。ありがとうございます。こちらは長野県ですね。同じく湯の丸スキー場も一部で滑走可能となっているようです。まだ人でにぎわってはいるものの、リフトの稼働は少ないんですね。でもこうやって見ると本当に人がもうたくさん訪れてます。27日、おとといなのでちょうど日曜日ですね。週末にはより一層多くなりそう。続いて参りましょう。福井県の南条郡もぐさんからの一枚です。今日のスキー場の天気は晴れています。最高のベストコンディションだと思われますということです。ありがとうございます。これは人工の雪かな。福井、北陸の方はまだそこまで雪の便りも届いていないですしね。人工雪か、あとニコ生でも届いてます。でも滑るには最高のベストコンディションですって、影はっきりで青空の中滑ることができたでしょうか。続いて長野が多いですね。長野県の山の内町カズさんから、今日も熊の湯スキー場に来ています。昨日から降り続いた雪と降雪機のハイブリッドの雪でゲレンデコンディション良好です。雪は13時に少し前には止み、現在は曇り空。降雪機もフル稼働していましたが、クローズしているコースへ移動中。天然の雪のパワーは不足しています。また道路は圧雪状態です。
来る途中まではないかと思いますが運転には注意しましょうといただきました。ありがとうございます。わあ、目の前が真っ白ですね。降雪機も稼働していて、人工の雪と自然の雪と、まあ、半々ぐらいになってるのかな。寒いですね。いただいた気温が氷点下 5.3 度。はあ、うん、スノータイヤも必要ですし、スノボやスキーに行く方は関東から行く方も多いですよね。そうなると雪道の運転は慣れていないと思うので、いつもより注意をして運転をしていただきたいと思います。カズさん、ありがとうございました。もうこんな届いてるんですね。早いな。まだまだかと思いきや、ウェザーリポートではたくさん届くようになってきています。さあ、それではウェザーリポートを見たところで、全国のゲレンデ情報やピンポイント天気を確認できるスキー&スノボチャンネル見ていきましょう。それではウェザーニュースタッチから確認していきます。まずはトップページ、あ、イルミネーションになってました。それでは左上の3本線をタップして、下の方にスクロールしていきます。すると自然季節の上から2つ目にスキー&スノボチャンネルが出てきました。ここをタップします。すると出てきました、エリア検索、そして目的別の検索、キーワード検索もできるようになっています。どうしようかな。私はあまりスキーやスノボに詳しくないので、場所で調べようかな。さっきリポートで届いていたのは長野が多かったですね。あ、麻婆さんはもう勝手にホームゲレンデを決めています。どちらですか。決まったところってきっとあるんだろうな。あ、じゃあ皆さんの毎年ここに行くっていうゲレンデの名前を教えてください。名前検索とかしてみましょうか。キーワード検索、田沢湖スキー場、新山さん、イエティ、イエティ検索してみます。イエティ検索、くるくるしてます。イエティは埼玉ではないですよね。あ、出てきた、これかな、スノータウンイエティね。カタカナでもちゃんと出てくるんですね。こちらではあのローマ字表記になっていますが、もう今日はちょっとパパッとつながったり時間がかかったりと、ウェザーニュースタッチの方が気まぐれな感じになっています。まだかな、まだかな、まだかな。一生懸命調べているんでしょうね、きっと。雪男なんていただいていますが、確かにイエティだけ聞くと雪男の方が浮かんでくる方もいるでしょうね。全然出てこないですね。どうしちゃったんでしょう。なかなか今うまくいかなかったんですが、キーワードから検索、エリア別に検索、もしくは目的別にも検索ができますので、今期ウィンタースポーツを予定している方、ぜひスキー&スノボチャンネル活用してくださいね。はい、以上、スキー・スノボチャンネルご紹介しました。そうです、そうです。あとはですね、お知らせ予告なんですが、マイページの設置を予定しています。何かというと、先ほどいつもイエティ使ってますよとか、田沢湖スキー場使ってますよというコメントをいただいたんですが、自分がよく使うスキー場などを登録しておける、そして雪のコンディションなども知ることができるといったように、マイページが設置される予定ですので、今後もぜひ、ちょこちょこチェックしてみてください。すごいよねと今森田さんがそちらで言っています。もうすごくいい、はいというお返事が聞こえて、誰かなって思ったら森田さんでした。びっくりしてしまいました。以上、スキー&スノボチャンネルご紹介しました。それでは間もなく22時を回りますので、マイセージの空ボタンもこの辺りでオープンしていきます。この時間の天気を教えてください。いつも通り雨、晴れ、曇り、もしくは雪やみぞれの4択です。それではインターバル挟みまして、お肉を焼きます。
こんばんは。こんばんは。時刻は22時5分もありました。引き続き松雪彩香が担当いたします。よろしくお願いします。もうさっきからですね、そちらに森田さんがいらっしゃってですね、スタッフ C さんがいらっしゃって、スタッフ M さんかながいらっしゃってですね、10秒前とかでもうずっと言ってるんですよね。さあ、それではですね、ここからは今日は11月29日いい肉の日ということで、実際に番組中にお肉を焼いちゃいます。わーい、嬉しい。もうですね、こちらにホットプレートとお肉と、あとは調理器具が用意されているので、あとはもう焼いて食べるだけです。まずはお肉の下ごしらえからしていきましょう。ちょっとお客様がいらっしゃってますね。お客様がいらっしゃってます。じゃあ一緒にやりますか。今日はですね、この時間帯にソライブ24の裏の方でニコニコ生放送の番組を行っていまして、そちらにあかねちゃんが出ています。あかねちゃん、じゃあ一緒に食べよう。一緒に食べよう。見て見て見て、黒毛和牛食べよう食べよう。マイクまだついてないんだよ。あ、そうなんだ。いってらっしゃい。あかねちゃんと一緒に黒毛和牛を食べます。今日ご用意したお肉がじゃーん、こちら。すごいすごいよね。こんな見たことない、ね、私も自分でこんなの買ったことない、ね、じゃ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 んじゃんこれをまずは下ごしらえして、あとね、それもあるの、はいはいはい、こんなに本格的な感じなの。そうこれは、はい、あ、これ、はい、サイコロ焼き。サイコロ焼き、あ、お値段がちょっと見えてしまっていますがすごいサイコロ焼き。え、こっちから行こう。え、うん、そうしよう。それそのまま焼くってことだね。これはまずこの包丁で、包丁の裏側の方でポンポン叩きます。よっ、そうすることで本格的、本格的何も映っていないんですけどね。あ、映ってます。こう、うん、することで柔らかくなるそうですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。このぐらいでいいかな。裏側もやった方がいいかな。美味しくなるんですね。柔らかくなる。柔らかくなります。裏もやります。勉強になります。裏もやります。先ほど手は洗ってきましたので、はい、このまま裏側をよいきます。よ、すごい重みがすごい。家でもやるんですか。家でもこんな。いや、でも家ではこんな大きいお肉食べないですよないですよね。食べない食べない。食べる機会もねえ、なかなかないから。やっぱいい肉の日だからこそですよね。そして塩コショウします、うん、岩塩。岩塩、味付けは塩コショウです。岩塩と粗挽きブラックペッパーです。もうそれだけでも絶対美味しいですよね。絶対美味しい。やっぱシンプルが一番です。よっ、よいしょよいしょ。これはもう裏表やった方がいいだろうな。裏表。よっ、美味しそう美味しそう。もうなんか鉄板が熱いね、うん、うん、鉄板もう温まってる。よっよ、こっちもよ。あ、なんか本格的。本格的。お料理番組みたい。そうだね。お天気番組だよね。お天気番組みたい。お料理番組みたい。こんな感じかな。はい、うん。そしてよいしょ。本当だったら、あの蜂蜜だったり、赤ワインだったり、よ、牛肉だったり。牛乳だったりヨーグルトに漬け込むという方もいらっしゃるようです。あ、油を出ちゃった。うん、油、あれあれ、あ、そうそうそう、これで、はい、よ、熱いかな。うん、めっちゃ熱くなってる。あ、熱い。ラードをね、ラードを伸ばしています。ラードか、油じゃないのか。このぐらいでいいのかな。あ、熱そう。熱そう。いや、もういい音してますね。確かに。ラードだけでいい音がしてる。もうなんかいい匂いがする。なんかこのぐらいでいいかな。あ、くっついちゃった。
そしたら、うん、焼いていきます。すごい食べたくなりますね。焼いてください。いくよ、うん、いくよ、どうぞ。いやいい音もう美味しそう。いい匂いがしてるけど煙が出てるね。そうだねこれはですね、あのお天気番組です、はい、ただ今日はあのいい肉の日ということでお肉を焼いています。あ、エプロンもした方がいいと。その間にお肉が焦げないか心配。よいしょ。音だけで持ちます。よいしょ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 これ大丈夫かな。マイクつけて、いってらっしゃい。この間に焦げちゃったらどうしよう。よいしょよいしょ。この間に焦げちゃったらどうしよう。もうなんかいい感じに焼けてそう。ちょっと裏返してみますね。よいしょ。焼きすぎたかな。こんな感じですか。いい感じです。いい匂いがしてます。戻ってきたらすごいいい感じになっている。戻ってきたらもう完璧な状態に近くなってきました。これもういいんじゃないですか、ね、早く食べたいね。食べない。あやちゃんよく焼く派ですか。私普段はミディアムレアぐらいが重いかな。そうだね。え、もういいかな。もう食べられるよと。もう食べられる。もう食べられそうだけど、どうしよう。どうかな。もういいのかな。もういける。あ、でもいけそう、うん、牛肉だしね。そうだね、うんうん、これをじゃあ一旦どこかに置きますか。お皿、平らな方がいいかな。平らな方が良さそうだね、うん。じゃあ一旦ここのお皿に、よよ、おいしそう。いい匂いがする。おいしそうな匂いがする。おいしそうな匂いがする。これは完璧です。じゃーん、見えるかな。お、落としちゃった、どうしよう。じゃーん。そう、落ちそうだね。ね、落ちそうで怖い。よし、うん、切ろう。あ、そうだね、切らないと。ナイフとフォークで。ナイフとフォーク。ナイフとフォーク。ちっちゃいのがあればいいんだけどね。ナイフとフォーク。いっか。ない。ないですね。ないです。切れない。うん。あ、今取りに行ってる。これはいつ焼く？これも焼いちゃいますか？こっちはサイコロステーキです。ナイフとフォークでも先届いたみたいです。じゃあ食べましょう。じゃあさっきやっぱ焼きたての方が美味しいからね。そうだね、熱そう、うん。じゃあこれを、はいはいはい、はい、あ、こっちね、切っていきましょう。はいはい、うん、よいしょ。とりあえずじゃあ半分ぐらいで、うん、半分、贅沢だね。あ、柔らかい。すごい柔らかいよ。あ、これが絶対美味しい。一口サイズにしよっか、うん、その方が食べやすいもんね。絶対美味しい。わー、これ絶対美味しい。あ、いい感じじゃない、焼き加減も。いい感じ、いい感じ、うん、何も見えてない。本当だ、プレートで全然見えてない。何も見えてない。あ、見えない。ダメだ、カメラ変わっても見えない。今あのちっちゃく切ってます、あやちが。今ちっちゃく切ってます。あ、見えない。見えない。おかしいな。正面入った方がいいかもしれない。正面に行った方がいいかもね。その間に切っちゃいました。あ、切れた。じゃあ、うん、お箸、お箸、はい、お箸もう一個あるかな。お箸あります。今とりあえずちっちゃく切りました。はい、じゃあこの辺で、よいしょ。スタジオでなんか何をやってるんだろう。よし、もう切りましたよ。よっしゃ。星いくつでしょうかと。いや、結構これ星高
すごいと思うもんな。あ、菜箸が来ましたね。あ、じゃあ私菜箸で。大丈夫。あ、切った。フォークでいけそう。ありがとうございます。うん、あ、フォークで。フォーク。行きますか。行きます。よ。よし。これにしよう。もらいます。あ、くっついてこっちにしよう。あ、柔らかい。すっごい柔らかい。あ、落ちそう。よいしょ。取れた？うん。いただきます。いただきます。めっちゃ柔らかい。柔らかい。うん。味は最高です。最高です。うん。黒毛和牛の味がしますか？うん。もうなくなりました。これいいお肉だ。もう本当にこれすっごい美味しい。めっちゃ美味しいです。何これ。何これ。何これ。美味しい。初めて食べました。え、これ美味しい。もう食べなかった。これもやっぱり11月29日です。29日、ね、いやよかったね。たまたま11月29日にムーンとニコ生で、うん、よかった、うん、いいタイミングだった。いいタイミング、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい煙がだんだんこう溜まってきてしまったんですが、このままサイコロステーキ焼けるのかな。焼けます。窓開けた。窓開けた。窓開けた。もう今スタジオすごいいい匂いですもんね。これもう一個ぐらい食べよう。うん、食べたい。食べよう。じゃ切ります。うんうん、切ろう切ろう。ね、温かいうちにね、そうだね、食べた方がいいので切ります。柔らかいよね。柔らかい。なんかナイフがあんまり力入れなくてもスルスル切れるんですよ。いや、皆さんは今日おいしいお肉は食べましたか？うわいい肉だとチャットでもいただいてます。これぐらいでいける？大きいかな。いけそういけそう。はい、もう一口いきましょう。あ、はい、はい、どうぞ。はい、これ大きいかな。いける。あ、くっついてる。あ、くっついてる。あ、すいません。じゃあこっち。こっちにしよう。うん、よし。すごい、だって油そんなに引いてないのに。確かに。なんでこんなツルツルなの。いただきます。いただきます。うまそう。なんでこんな美味しいの。美味しい。幸せ。美味しいお肉は世界を救うね。うん、うん、ため息が出ます。出ちゃう。なんか塩コショウしかしてないのにさ、すっごいちゃんと味がついてる。味が濃いです。きっとこれがお肉の旨味なんだろうね、うん、そうだね。美味しいお肉は何もいらなくてもいいんだね。うん、何もいらない。お肉だけでいいですよ、もう。いやなんで、なんか何の番組だっけ。お料理番組です。ですよね。今のところね、お料理番組だよね。うん、はい、あとはじゃあスタッフさんに食べてもらって、はい、うん、そうですね。サイコロ焼きます。サイコロは焼かないと意味がない。でもさ、先にこっち食べちゃったからどうなんだろうね。先にサイコロにすればよかったね。あ、それはあるかもね。いや、でも両方美味しいよ、うん、きっと。絶対美味しい美味しい、うん、値段は関係ない。そうだね。焼きます。じゃあこれは、それは一旦ここに置いときます。置いておいて。はい、どこやったっけ。あ、ここだ。開けます。お、あ、じゃあここあっち、あっち1000、2000円ぐらいだったね。こっち393円だからな。お得感はありますよ。お得感は確かに、うん、393円でここまで入ってるのはすごい、うん、そうだね。いや、これで満足できそうな感じはしますけどね。え、うん、開けちゃおう。開けましょう。よ
安いですよね。安いですよね。でも今日はいい肉の日だからいろんなところでこう安売りとかしてそうだよね。あ、確かに、うん、いつもよりなんか多めに揃えてありそう。ありそう。じゃあこっちの使ってない方の菜箸で、うん、何個ぐらい焼く？とりあえずよ10個ぐらい10個ぐらいよっ。あ、全部やっていい。全部やって、全部やっちゃっていいんですか？全部やっていいみたい。すごいことになりそう。よいしょ。あ、だんだんと。あ、おいしそう。あ、これもいい匂いする。いい音がしてきました。サイコロステーキこんな焼いてるの初めて見たね。バーベキューみたい。確かに。どのぐらい焼けばいいのか。あ、でも結構すぐ火が入りそう。聞こえます、ね、このジュージュー音。サイコロの山。ほんとサイコロの山。サイコロの山。あ、いいね、いいね、うん。スタッフさんは今頑張ってあの煙を外に逃がしてますね。あ、これも美味しそう。美味しそう。最近お肉食べた？うん、いや、お肉食べてないんだよね。ね、私もあんまり食べてなくて、うん、焼肉行きたいなってちょうど思ってました、今日は。あ、お天気番組なんですか？はい。この季節必要な、はい、あ、この季節必要な栄養素。栄養素。そうですね。あ、栄養素の話をしてたのね。あのですね、うん、じゃん、ここに書いてきました、はいはい、ちょうどですね、今の時期風邪ですとかはい、はい、インフルエンザも流行りやすいということで、お肉には実は栄養がたくさん入ってます、うん、で今回は牛肉をメインに焼いてるんですけど、牛肉にはタンパク質、うん、脂質とビタミン2が多く含まれているということで、うん、ビタミン B2 ね。そうそうそう、うん、エネルギー不足やスタミナをつけるためには牛肉がもってこいだそうです、うん、はい。ちょっとなんか最近元気がなかなか出ないなとか、うん、体が弱ってるなって感じた時には、うん、牛肉が、あー、でも確かにそうかも ね。なんか体自体も欲してるかもしれない。なんか疲れた時になんかお肉食べたくなるなって思うよね。わかるわかる、うん、あとはあの鶏肉と豚肉もあるんですけど、うんうん、豚肉には疲労回復の効果があるそうです。こちらはですね、ビタミン B 群の宝庫とも豚肉は言われていて、うん、疲れた時に豚肉を取ると、うんうん、ちょっとこう体が癒される感じなんかも出てくるそうです。一個欲しいと。でも焼いてたら熱くなってきちゃった、うん、そして最後に鶏肉。鶏肉もですね、あの皮には油がいっぱいあるんですが、皮を取って焼いてしまうと、うん、まあ、比較的他のお肉と比べてヘルシーということで、うんうん、ダイエット中などはやっぱり鶏肉、特に胸肉とかが、胸肉か、ささみとかもよく食べるよね。ああ、あるある、うん、バンバンジーにしたりとか、うんうんうん、結構焼けてきた。いい感じ、いい感じ。めっちゃいい匂いがします。これ、ね、味付けしてましたっけ？これはね、今のところ何にもこのままでいけるやつか、かけてないです。味あるのかな。あ、すごい香ばしい感じと匂いがします。よいしょ。あ、なんかどんどんお肉が追加されてきてる。これ、あ、これはね、うん、そっちの方がいいかも。こっち使います。このお肉美味しそう。これ何ですか？これ何肉？めっちゃ美味しそうなお肉が来ました。すごい。脂身がほとんどなくないですか？これ絶対美味しいよ。これ美味しそう。これ何？これも牛肉？これも牛肉みたいですね、うん、牛肉。あ、焼きますね。焼いちゃえ、焼いちゃえ。これも全部焼きます？あ、全部焼く。すごい。このままムーンが終わってしまいそう。焼きながらこう。焼き切ってください。焼き切ってください。確かにね、今ここで焼いちゃわないと、うん、余ってしまったらもったいないし。そうだね。焼肉パーティーだ。うん。じゃあ疲れも吹っ飛ぶね、これね。吹っ飛ぶよ、うん、最近、うん、昼あったかくてもやっぱ朝晩寒いとかも多いし。確かにそうだ ね。体調崩してる人は、うん、お肉が一番いいかもしれないです。よいしょ。うわー、すごい豪華。一気に焼いていいんですよね。一気に焼きますよ。こうやって焼くお肉なのがすごいね。すごいですね。
結構サイコロ焼けてきましたよ。あ、いい感じに。ね。ジュージュー。すごいね、うん、いい肉の日にここまで番組でやったことあるのかな、うん、今まで。あ、どうなんでしょう、あるんですかね。これもいいかな。もういけ、いけそうじゃないですか。じゃあちょっとお皿に、うん、あ、はいはい、取っちゃいましょう。お皿、これはよいしょ、これですね。この辺にもいっぱいあるから入れちゃいます、うん、大丈夫かな、うん、あ、こっちもサイコロも OK？ サイコロ OK そう。いけます？じゃあサイコロ、はーい、じゃあサイコロをお皿に取ってしまいます。よっ、よいしょ。すごい山のようなお肉たち。熱いね、スタジオが。よいしょ。ここまでお肉食べる人いるのかな、うん、しかも番組中に。確かにそうだね。山盛り、あ、めっちゃいい。あ、涼しい。お皿、あ、あ、じゃあもう入らないか。今お皿にもりもりになりました。もりもり、うん、じゃあとりあえずそれでいいか。よ、まあ、どうぞ。あ、食べます？これちょっと、ちょっとこれほったらかします。そうだね。はい、熱い熱い。サイコロが焼けました。サイコロがすごい量。こうやって盛り付けるものなのかな。いやー、初めて見ましたね。それだけ持ってるのは。なんか、うん、こうやって見るとすごい。豪華、そうですね。豪華ですね。じゃあ、はい、サイコロも行きましょうか。いただきます。いただきます。いただきます。うわ、柔らかい。うん、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 おいしい。うん、でもなんか、うん、味付けね、なんか焼肉のタレとかあった方がいいかも。ある、ある。何でもある。あ、かけちゃう。かけちゃっていいですか。かけてもいいけど。あ、今森田さんのお肉を焼いてます。舐めてよし。かけますね、じゃあ。あ、美味しそう。とりあえずこんなもんかな、はい、絶対美味しい、うん、じゃあもう一回、もう一回。いただきます。いただきます。かけると最高。うんうんうん、おいしい、うん、これ20個ぐらい食べられる、うん、食べれる。おいしい。あ、森田さんも今あっちでお肉食べてます。今日はいい肉の日ですので、お天気番組ですが、うん、お肉を焼いています。まだね、いいお肉焼いてるからね。そうですよ、こっちもおいしそう。ぐらい食べちゃおう。全然いけるね。うん、うん、うん。泉さんが次の番組のために今スタジオに行きました。ちょっとこの後匂いを充満させて、この後番組中すごい匂いになりそう。フル回転させておいてくださいと。それではお肉を焼いている途中ですが、はい、一旦インターバルです。